座学は普通にその建築の構造の在り方とか事例みたいな話をするものが多いですし演習だと今この後ろにあるまあこっちにもありますけどこれはあの構造材料演習っていうまあいろんな材料木とか鉄とかまあコンクリートありますけれどもまあそれの特質を学んで特にまあここではそのコンクリートを自分でえ作る。 コンクリートを自分で作るっていうのも、まあ、ちょっと変な言い方ですけれども。うん、えっと、一学これよりも、一学期前は、えー。コンクリートっていうのは、四つの素材からできているんですけれども。その四つは、何だかわかりますか。<laughs> 砂利。砂を、素晴らしい。セメント。セメント。あと一つ。 水ですねで。この4つでできるんですけどもこれをあの普通配合を教えちゃうんですけども芸大では,配語は教ええずに、えー、自分たちで考える。それで、えー、コンクリートのこうシリンダーを作って毎週こう実験していくんですけども。 でそれのまあ競争するわけですね強度の。そうするとだんだん水が多くてシャバシャバだと弱いコンクリートしかできないっていうことが体感としてわかるんですよね。でそうやってこう素材をあの素材に対してのまあ感覚を養ってもらった後にこれですねこのシェルを作るっていうのをやっています。これもあのコンクリートで作るっていうところはまあ最後の部分であのこの形を自分たちでデザインして。 でえー、と大事なのはコンクリートって当たり前ですけど固まるまではすごく柔らかいじゃないですかなので型が必要なんですよね。なのでその型も自分たちでどういう型がいいかっていうのを考えて作るそこがまさにその型の実験をしたものですけどもちょっと持ってもらっていいですか。これはこう布の型枠を今剥がれちゃってますけども。 和紙と新聞紙で固めた上に、コンクリートを打つと、まあ、こういったものができる。という、まあ、実験をして、木、まさにキャンバスみたいな布を下に引っ張って。まあ、ここに枠があったんですけども、その上に、今、残骸になっちゃってますけども。和紙と新聞紙を、十四層重ねて、固めたそうです。何層固めた方がいいよとか、新聞紙と和紙がいいよとかいうことは、一切。あの、正解は、教えず、というか、正解はわからないんですよ。 なので正解は自分たちで考えて作って実験して失敗したら改良するという試行錯誤をしてコンクリートを打つところまで自分たちでやるとそういう課題ですね。なかなかこのスケールのコンクリート構造物を建築の学部制が作っているというところは世界的にもないと思います。シェルいいいううののは、コンクリートのこういったたた殻みたいな形をした 構造体ですねあの真っ平らよりも、まあ、貝と貝のシェルって貝ですけれどもこう形があることによって構造が強くなるこれも、えー、と下足4本なんですけれどもこう開いてくることによって、えー、形が、えー、強さを与えるなのでもともとこの布で引っ張ったっていうのにも意味があって布で引っ張るとこう、えー、引っ張られた形ができるんですね。 でそれを反転してあげることによって今度はコンクリートが得意なこう押される圧縮される力で、えー、対抗できる、まあ、形ができるっていうとあのその性質を学生たちが利用して、えー、布で型枠を作ってみたいでも布型枠でコンクリートを打っちゃうとこう,こういう形をしてた布がこういうふうになってしまうのでじゃこの形を保持するために紙を使ってみようっていうのがこう今年の学生たちのアイディアでした。あっちはまた全然別のアプローチで もっと大きい立体型枠を繰り返していくと作れる形の4分の1だけを実際にコンクリートで作ってこの型枠は何度も転用していくとその全体像ができるっていうシステムを作ったなのでここにまだ鉄の補強材が出ているのはここからまだ先があるよっていう意味です加工の課題は建築のビルディングユニット まあ、ビルディングユニットっていってもなかなか分かりにくいと思うんですけれども例えばまあ一番想像しやすいのはレンガだと思うんですよね。うん、レンガっていう一つの単位のユニットがあってそれをこう積み重ねていくことによってそれこそ花壇ぐらいのちっちゃいもの、まあ、椅子もできますよね、うん、そこからまあ家もできるし、うん、橋もできるし、うん、まあ大きな建築までできる、うん、それはまあどん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 こう増殖してスケールシフトしていくと大きなものまでできるその一個の基本形があのレンガ。 わけですよね。でレンガのプロポーションによってもできてくるパターンとか違うし、まあ積み方でオリジナリティが出せますよね。まあそれをレンガではなくて自分自身のユニットをデザインしてくださいという課題ですね。うん、まあこれはえっ、ー、と二階にある建築家の、うんえー、まあデジタルファブリケーションをするまあ工作室みたいなのがあるんですけども、そこで、えー、レーザーカッターをつく使ってこういう,こうかなり細かい加工を えー、して何、えー、て言うんですかね？カチッとはまるで、これがこう大きく展開していくユニットを<ー>なので、まあ、ユニット課題の大事なとこ。やっぱこの接合部なんですよね。建築ってあの現地に運べるものよりも大きいものを作らなきゃいけないので、運んだものをこう繋がなきゃいけないですよね。<ー>そのつなぐっていう接合っていうところが、まあ、この課題の一番大事な。ところで、こうやってしっかりと課題に応えてこれ来る人と。 こう接合部がどこなのかわからないみたいな <laughs> あの課題をこうずらしてくる、まあ、こういうのもすごくいいと思うんですけどもあの課題を疑うっていういののも大事な仕事なな仕 <laughs> ここは、えー、と建築家の工作室でこの上野のキャンパスの中には、まあ、木工房とか、えー、とアートメディアセンターとかまあ 工房系がいくつもあるんですけれどもここは建築の学生が主に使うところで向こうの奥にあるんですけどレーザーカッターとかあとは 3D プリンターとか最近のデジタルファブリケーションで使うような機材が皆さんが使えるようになっていてそこに今このロボットアームが新しく追加されたというところです。まずレーザーーザカッターの方はあの模型に作っ 使っている人が多いですねで、まあ、模型に使うっていうのもあるしあの先ほどの加工課題加工課題1分の1なんですけれどもあの、えー、そういったものに、まあ、こう形の自由度があったりとかもしくはそれの繰り返しが多いものそういったものに使われることが多いですね。どんなものが切れる、えー、とまあ,あのいろんなものが切れるんですけどもあの有毒ガスが出ないものっていう縛りがありますね。 あのレーザーの熱で切るんですけれども例えば、えー、ベーコンを焼くってこともやった人はいますけれどもあの、まあ、ベーコン有毒ガス出ないからいいんですけど油落ちるのでやめた方がいいと思いますけれどもあのいろんな素材を試しに切ってみるっていうのはいいんだけれどもまあプラスチック系は結構出ますね。木木とかはは大大丈丈夫夫 紙紙も大丈夫燃えないように気をつければロボットアームは、まあまあ、いろんな使い方が想定されて、えー、とそれも学生が、えー、使い方を勉強した上であの考えていけばいいかなと思うんですけれどもあの、まあ、もちろん建築なので普通にこう建築の施工現場で、えー、人の代わりにっていうのが、まあ、多分普通は研究するところだと思うんですけれどもここではどちらかというと人と一緒にとか。 もしくはあのロボットを研究することで人の動きがさらによく分かるっていうところが面白いところかなというふうに思っていてここに漆の,の木で漆これ漆って漆の木を傷つけてここから出てくる樹液を、えー、取って、まあ、あの作るんですけれどもこの作業を自動化できないかということで、まあ、ロボットアームで、まあ、研究したりもしてますし漆、えー、塗りの方ですね。これもあの 職人さんをこう、まあ、説明していただくところを動画撮ってすごく面白いなと思ったのはその、えー、刷毛の動きをロボットアームで再現しようと思って、えー、説明していただいたら、まあ、そ,のその方もずっとその右の刷毛,刷毛の使い方を細かく説明してくれてたんですけれどもで動画を見たらその、えー、職人さんが「あ左手の動きの方が大事だった」って気がつかれたんですよね。要するに自分では右手をこう 大事だとも説明してたんだけれども、実はその左手がこう動いているのがとても大事だったっていうことを。あの、普段は人に説明しないので、気がつかなかったけれども。あの動画になったら気がついたと。そうすると、ロボットアームでも、その右手の動きだけを、あの、真似していても、やっぱりうまくいかないんですよね。なので、まあ、人間がどういうふうに、まあ、体を使っているのかということを理解すると、まあ、より、まあ。ロボットアームの。 動きにも反映されたりとか、まあ逆もありますよね。あの、人間ではできない動きをロボットアームのこの関節だからできるみたいなこともあるので、まあいろんな研究ができるかなと思っています。まあ他の課との連携とかも図りながら、えー、実はあの各科それぞれ工房を持ってるんですよね。そういうのなんか横断しながら、えー、みんながもっともっとモノ作りにこう、えー、チャレンジできるような環境ができるといいなと思っています。経大の建築家でいいなと思うのは。 まずは少人数なところですね、うん、なのであの学生全員のことがよくわかるし、うんえー、先生との距離も近いと思いますね、うん、それとあとなんだろうなあとやっぱりみんながただ学校の課題をやっているだけじゃなくて、まあ、学生時代からいろんな活動をしますよね、うん、そういうのもすごくいいなと思います、うん、芸大ではあの建築以外の、えー、陶芸とか漆とか彫刻とか絵画とかいろんな科がある中で 建築の勉強ができますで建築を作る建築を考えるということにおいてはあの非常に恵まれた環境だと思いますので是非一緒に思う存分建築を学んでもらいたいなというふうに思います。